一人雑談、クリスマスの悲しい思い出。こんばんは、達也です。あまり大げさに言うことでもありませんが、今回の一人雑談は、クリスマススーパーウルトラスペシャルロング企画でいつも10分間トークしてますが、今回はいつもの倍の20分を目標に一人雑談します。ダラダラとならないように気をつけますので、最後までお付き合いください。早いものでもうクリスマスですね。これを聞かれてる皆様はどんなクリスマスをお過ごしでしょうか。僕ね、バンドの現役の頃はね、1年で一番好きな日がクリスマスだったんです。今はお正月なんですけど、当時はクリスマスでした。一番好きな季節も冬で、バンドでやるツアーもね、冬にやるツアーが一番好きでした。特に12月にツアーで行く札幌はものすっごく好きでしたね。たまにね、バンドのツアーってすごいなと思うんですね。例えば1ヶ月間の間でね、九州行ったり北海道行ったり四国行ったり東北を回ったり、行動力というかね、冷静に考えてみるとすごいよなって思うんですね。普通の一般の方なら絶対にそんな短期間でね、日本を横断するような機会なんかありえないじゃないですか。僕で言うとね、一番マックスでセブンの頃に年に3回ぐらい大きなツアーをやって、3回とも札幌行ってた時期がありましたね。年に3回行ってたんですね。春、夏、冬っていう感じでツアー大体大きいのがあるんですけどね。やっぱり12月の札幌はクリスマスのイルミネーションとね、街がなんか雪に包まれてる感じがマッチしててね、すごく好きでした。以前ね、子供の頃の話をしましたが、もう聞きになった方はね、ご存知かと思いますが、僕の幼少期って本当に極貧生活だったんですね。もしよかったら少し前の一人雑談を聞いてほしいんですけど、家にお風呂もトイレもなくて、屋根の瓦は崩れ落ちて、雨が降ったら天井からの雨漏りをね、家中の鍋とかを使って受けるんです。4畳半一間だけのね、居住スペースに家族3人で住んでて、食事する時もそこ、寝る時も布団を敷いてそこね。もう今ならね、テレビが絶対取材に来るレベルの貧乏家族生活でした。だから、もちろん家にね、もうクリスマスツリーなんかもないし、プレゼントをもらうということも一切なくて、根本的にクリスマスとかサンタクロースをね、子供の時知らなかったんです。僕のね、周りの子供は絶対知ってたと思いますよ。もううちが特殊で知らなかっただけです。しかもね、まあまあ大きくなるまで僕知らなかったです。でね、ある日のことなんですけど、多分ね、5、6歳ぐらいかな。幼稚園の年長とかそのぐらいだったと思うんですけどね。朝ね、目が覚めると枕元におもちゃが2つあったんです。当時流行ってたね、テレビアニメのロボットの超合金だったと思うんですけど、最初ね、これは何なんだろうってね、
不思議で意味が理解できなくてすぐそばにいた母親にね、枕元におもちゃが置いてあったんだけどって質問したんですね。もう本当意味が理解できなかったんです。すると母親が、それはサンタクロースっていう人がいて、タツがお利口にしてたからご褒美でプレゼントを持ってきてくれたのよって言われたんです。もうね、こんな高そうなおもちゃをね買ってもらったこともなければ、こういうものがあるのかっていうのもびっくりして、しかもそんな優しい人がいるのかと思って、もうほんとびっくりしたんです。めちゃくちゃびっくりしたんです。めちゃくちゃ嬉しくて本当嬉しくて喜んだんですね。今でもめっちゃ覚えてます、その時のこと。味わったことないようなレベルの感動だったと思います。ちなみにこの話、今までライブの MC とかインストアイベントとか雑誌の取材とかいろんな場面で何度か話したことがあるお話です。でね、とにかく嬉しかったんですね。クリスマスとサンタクロースっていう子供が大好きな二つの存在をその日初めて知るんですね。で、もう本当に自分の中に強く記憶に残ってたんでしょうね。一年後の話なんですけど、僕が小学校一年生になってて、二学期の卒業式がお昼に終わって速攻で帰宅するんです。その日は12月24日でクリスマスイブだったんですね。でランドセルを家の中に置いて、で家の外すぐ出て空に向かってこう叫ぶんです。サンタクロース今年は何々のおもちゃと何々のおもちゃと誰々選手のグローブとバットが欲しいです。もう空に向かってねずっと叫ぶんです。お昼から帰宅してずっとです。めちゃくちゃやばくないですか。今思うとね、ほんとすごい近所迷惑でね、母親も恥ずかしかったと思うんですよ。途中でね、近所迷惑になるからやめなさいって注意されるんですけども、言うこと聞かないんですね。でもう悔いないくらいの気持ちで、もう腹いっぱいお願い事を伝えれたと思ってその日は終わるんですね。起きたらもう必ず自分の枕元に去年みたいにプレゼントがあるってもう信じきってるんです。しかも今年は自分が欲しいものを明確に伝えたので絶対それがもらえるってもう信じ込んでました。で次の朝です、目が覚めてすぐに寝返り打って自分の枕元を確認するんですね。もうそこには山のようなおもちゃやバットやグローブがあると思って見た枕元に本が2冊あったんです。ここまではね、去年と似たようなね、これは何なんだろうと不思議で意味が理解できないんですけど、去年と明らかに違うのは、去年のようなワクワク感じゃなくて、何みたいな、もう状況が把握できない感じなんですね。で、2冊の本を手に取ってみると、一つは野口英世の本で、もう一つの本はキュウリ夫人の本だったんですね。歴史上の偉人の本2冊、もうサンタクロース完全に持っていく子供間違ってるやんって思って、だんだん不安になってきて、2冊の本を持ってすぐ母親の元にまた行くんですね。でもうむっちゃくちゃ不安な気持ちになって、すぐ母親に枕元に本が2冊あったんだけど何これって言うんですね。
で、もうこの時のね、母親の表情ね、すごくね、覚えてるんですけど、若干半笑いの表情でね、その本はね、タツが今年から小学校に上がったから、サンタクロースが勉強頑張ってねって言って置いていったんよって言われるんです。もうね、小さい子供ながらにね、放心状態というか、もう愕然となって、もう完全にへこみました。去年初めて知ったね、クリスマスもサンタクロースもね、自分の中では天国みたいな思いでしたから、たった一年でこうもあっさりと裏切られたかと思って、もうとにかくへこんだんですね。それ以来ね、僕ね、歴史上の偉人で、野口英世とキュウリ夫人の名前がすごくトラウマなんです。あともう一つ、子供の頃にあったクリスマスのお話なんですけど、前にもねお話ししましたけどね、僕地元が長崎なんですね。生まれたのが長崎なんですね。で、長崎ってカトリック、キリスト教の方が多くて、僕の家もそうだったんですね。家の自宅の祭壇にはもうキリストとかマリア像があって、母親がねよく聖書の一部を読み上げてね、僕も横に座らされてよく聞かされてたんですね。食事する前とかもたまに母親がブツブツなんかお祈りをつぶやいてね、僕もね目を閉じて手を合わせてねお腹が空いてるのを我慢してそれを聞いてたんですね。ね、日曜日にはたまーに教会に連れて行かれてね、掃除とかしてたんです、普段ね掃除の時に来る人ってあまり少なかったんでね、もう来てる人たちで頑張ってね、もう雑巾がけしたりとかね、結構頑張って掃除してたんです。でクリスマスの日にまた母親に教会に連れて行ってもらったんですね。でその時びっくりするくらい人が多くて、やっぱクリスマスともなればね、教会に足を運ぶ人も多くて、子供ながらに、こんな時ばっかり教会に来てってね、普段なら掃除とか、普段から掃除とかも手伝いに来てくれたらいいのにって思ってたんですね。もうね、中に入れないくらい人がいっぱいだったんで、シスターに挨拶だけして帰ろうと思って行ったら、ちょっと記憶が曖昧なんですけど、シスターか帰りに母親にもらったか、ちょっとここが曖昧なんですけど、大きなねクリスマスのチョコレートをもらったんです。多分ね10センチ15センチくらいはあったと思うんですね。市販で売ってるような板チョコの2倍くらいはあったんじゃないかな。綺麗なね、可愛いクリスマスのイラストがね、描かれた箱に入っててね、結構ね、立派なチョコレートだったんです。チョコレートはね、トナカイに惹かれるソリに乗ったサンタクロースがかたどられてるようなチョコレートでね、もうこれがほんと嬉しくてね、こんな高価なチョコレート見たことないっていうくらいのチョコレートだったんですね。めちゃくちゃ喜んだんです、これ。で、帰宅して、母親にね、なんか少しだけね、割ってね、なんか適当な分をもらうんですね。前にもね、一人雑談でね、アーモンドチョコレートの話をしましたが、基本、うちの母親って、僕のお菓子のね、主導権を握ってて、多分ね食べ過ぎないように管理してたんだと思うんですけどね、決まった分だけを僕に渡して食べさせてたんですね。でその日もまあなんか、なんかこう割ってもらってね、なんかね小分けにして食べさせてもらったんですね。でね、もうほんとその時だけ我慢できなくて、もともとあったチョコレートのね、
多分5分の1か6分の1ぐらいは食べたんですけど、母親が見てない隙にね、チョコレートがしまってあった場所から取り出して隠れてね、そのチョコレートね、結構大きいんですけどね、全部一気に食べたんです。かなりね、大きなサイズのねチョコレートをね、6歳か7歳ぐらいだったと思うんですけどね、そんくらいの子供がね一気に食べたんです。でね、翌朝のことなんですけどね、朝起きて一瞬ね、なんか変な匂いがするなと思って目が覚めたんですね。で、枕から顔を起こすときに、もうほんと小さくですけどね、ネキネキバリバリみたいな音がしたんですね。で、と思って、もうびっくりしてすぐ枕見たら、枕に大量の血がいっぱいついてたんです。もう大量の血です。枕に。で、もうびっくりして、もう洗面所に行ってね、鏡で自分の顔を見たら、もう顔面からパジャマの上着からね、もう血で真っ赤になってるんです。もう、ほんと血でもう真っ赤に、もう自分がね、人殺したんかっていうくらい、もう血まみれになってるんですね。で、すぐに、そこを母親に見つかってね、で、母親がふってね、なんか気づいたようにね、チョコレートを隠してた棚のとこに行ってね、チョコレートがないことに気づいて、昨日僕が隠れて、チョコレートを一気に全部食べたのがバレたんですね。小さな子供が大量の糖分を一気に摂取したんで、大量の鼻血を出してしまったんです。もう、アホでしょ。その後母親にね、めちゃくちゃもちろん怒られましたし、病院にまで連れて行かれて、迷惑もかけてしまって、散々でした。多分ね、僕ってね、子供の時からね、今でもそうなんですけどね、物事をね、大事にしてしまう傾向があるんです。この説明ちょっとわからんか。自分のちょっとした行動がね、周りを大きく振り回したり、大げさなまでに大事になったりとかね。なんかそういうことが多かったですね。もう子供の時ってね、もうほんとやんちゃでね、危ない場面とかね、死にかけた場面とかね、無茶しすぎて大事故になりかけたこととかね、いっぱいあってね、母親相当苦労したと思います。また機会があれば雑談します。ね。もともと7、8年前からチャイさんとやってた音声でのカラス雑談を今年5月から動画配信に変えてコツコツ動画を上げてきましたが、YouTube 始めて良かったなと思うことが明確に一つだけあります。それはネタを作るために今までにない行動が増えたこと。YouTube をやってなかったら会えていくことなかったような場所へ機会が増えたり、ね、仲間と集まる機会が増えてすごく良かったと思います。最後に宣伝です。来年1月とか京都悪流で11回目の小ガラス同窓会をやります。あとですね、今回は悪流を応援する意味で終演後に悪流の中で打ち上げをやります。参加費は全額悪流へ納めますので、ぜひご参加ください。今夜は以上です。今年最後ですが、本当にありがとうございました。良いお年を。おやすみなさい。